こんにちは、愛坂です。私が普段ゲームやってる時のお話なんですけど、私はパソコンとパッドとあとスマホでゲームしてるんですけど、皆さん何でゲームしてますか？ちなみに私が今までゲームしたことないものといえばノートパソコンなんですね。それで今回はノートパソコン、ゲーミングノートパソコンのレビューをしたいと思います。ノートパソコンだと出張の時にね、さっと持っていけたりとか、あとは外で打ち合わせがある時にも、まあ、使えると思うんですよね。それでは今回はゲーミングノートパソコンを紹介していきたいと思います。それがこちら、じゃーん、オーラス50ポン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 。はい、こちらオーラス50なんですけれども、私最初このオーラスって読むんじゃなくてアオルスとかなんか別な読み方をしてたんですけど、オーラスっていうのを初めて知りました。なので皆さんもこの機会に、あ、オーラスって読むんだなって覚えていってください。はい、ということでこちら開封していきたいと思います。めちゃくちゃね、厳重になんか守られてそうな箱なの。じゃじゃーん。わ、それでは詳しく見ていこうと思います。はい、では本体を開けていきます。ちょっと片手で持つのが怖いぐらい。じゃじゃーん、すごいかっこいい。でパッと見のこのね、薄さよ。やっぱ私が昔使ってたノートパソコンあるんですけど、それがもうめちゃくちゃ重い、重量的なね。でなんか画面ももうガッパって開けるような感じのノートパソコン持ってたんですけど、見てこれ。だってこれの多分ね、これでモニター分ぐらいの厚さがあったんですよね。だから本当に半分ぐらいかもしれない。では開けます。じゃじゃん。お、あ、あ、わー、これでさ、ゲームできちゃうって思わないよね。あ、いいクリック音、クリックっていうのがタップタップ音いいですね。なんといっても一言目かっこいい。はい、それではちょっとね、周り、パソコンのこの周りを見ていきたいと思います。USB は2つ挿せて、あとイヤホンジャックもありますね。あとはこれは LAN ケーブルも挿せて、あ、こっちにも USB 挿せるんだ。すごい。3つ挿せますね。そして、SD カードも入れれるし、そしてあと HDMI と、あと結構、あ、これタイプ C のやつもついてますね。あと電源で結構いろんな配線が挿せるようになってるみたいなので、結構いろんな使い方ができそうな気がしますね。そんな感じですね、一周回ってみたら。で私いつもデスクトップでしかゲームしたことないんですけど、この薄さでゲームできるって結構びっくりじゃないですか。たまにお仕事とかでホテルとか泊まったり、その時にゲームやりたいけどデスクトップ持っていくわけにはいかないじゃないですか。だからそういうちょっとした時、例えばあと新幹線の時とか、ちょっと恥ずかしさあるけど新幹線の中でもゲームできたりするし、そういう出先持っていけば全然できちゃうし、今までできなかったこと、家でしかできなかったことが外でもできるようになるっていうのがすごく便利だなと思います。はい、それではこの後はちょっとね、電源をつけていじってみたいと思います。はい、ということで電源をつけていきたいと思います。ここね、ここでは行きます。お、来た、オーラス、じゃじゃーん。キーボードはですね、これちょっと見えにくいんですけど RGB になってますね。ノートパソコンで RGB って見たことないので、
本当珍しいと思います。でしかもここに点キーがついてると結構もうちょっと横幅あると思うんですけど、なんかここにすっぽりはまってるのでその分ちっちゃくなってて使いやすさはありますね。液晶モニターなんですけど、これは 15.6 インチで、まあゲームする分にはまあ問題ないんじゃないかなと思います。でスペックはですね、メモリーもサムスン製で、まあ、最大で 32GB 付けれるみたいです。ストレージはですね M.2、 あとハードディスクも付けれたりするみたいです。でグラボは GForce2070 と激アツになってますね。そうなると一番やっぱ気になるのは発熱だと思うんですね。全然もう大丈夫です。それはなんでかっていうと、まあもうここね見てわかる通り、ここからね熱がまずは逃げるわけですよ。そしてさっき説明した横にもね2つ空気が逃げる場所があります。この薄さでね冷却機能がついてて、しかも中に大きいファンが2つ入ってて、あとは9個空気をこう冷たくねしてくれるシステムも入ってます。あと6個のヒートパイプが入ってて、まあだから心臓がねドックンドックンいってる心臓が、まあ、2つあってね、ここに9個のお口がついてます。骨がね6本ダダダダってついてるんですよ。でそれって何どんな人がいるのかなって思ったら、もうみんながわかるキャラクターで伝えると、もう筋肉マン、もうガチガチな筋肉マン、まあ、それを想像してもらえればもうこのパソコンのね凄さがわかると思います。はい、ということでこのオーラス15にはですね2つの押している特徴的機能があるそうなんですけど、まあ、1つ目、まあ、世界初の唯一オールインテルインサイドっていうちょっとかっこいいね名前があるんですけど、そのオールインテルインサイドをホームページちょっと見てみました。そこにはですね、新たなマルチタスクに長けた高速な、まあ、めちゃくちゃね強くて守られてるような高速な 760p の SSD、 そして、インテル技術に基づく高回帰が接続向けの Wi-Fi の技術に対応しているそうです。で、これらのね、すべての高性能パーツは CMS に共同してくれるので、まあ皆さんのね、手元の重要なね、案件に記述できます。で、まあこれね、要約すると、まあこれだけね、めちゃくちゃ強いパーツが揃っててサクサクお仕事ができるよっていうわけですね。はい、そして2つ目、マイクロソフト Azure AI。 ちょっとこれもね、なんか横文字でなんだっていう感じなんですけど、それはですね、マイクロソフト Azure でマシンラーニングプラットフォームを介して、取得されたユーザーの、ね、データを最適な CPU と GPU の電力設定を同時に設定し、最適化されたゲーム体験と可能な限りの最も短いレイヤー調整を実現してくれるそうで、これだけね、ちょっと難しい言葉がすごい出てきたと思うんですけど、まあだいたい使ってる人のデータをね、この子が頑張って解析して、で AI がその人に合った動作をしてくれるっていうすごい優れ機能ですね。そのね2つの特徴もすごい気になるところなんですけど、やっぱ実際ゲームをしてみてね、体験してみないとわからないと思うので、いざやっていこうと思います。はい、ということで実際にゲームをプレイしていこうと思います。今ちょっと見づらいんですけど、右上に、現在、95fps 出てますね。ゴー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 、あーすごい、全くもうデスクトップと同じような滑らかさですね。すごい、ほんと滑らか。なんかこれを今デスクトップでやってるのが不思議なぐらい滑らかに動いてますね。カクつきとかも一切ないし、すごい。はい、現在の FPS は83、85、90、あ、90まで出てますね。
ちょっと車に乗ってみたいと思います。結構デスクトップでも車に乗るとカクつきがすごかったりっていうのがあったりするんですけど、全くないですね。本当に滑らか、全く問題なくプレイできてますね、今のところ。ね、すごいキーボードも押しやすいので、使いやすいですね。現在、FPS は96出てますね。100出てますね。今、設定だと、グラフィックをすべて今、ウルトラ、まあ、マシマシですね。マシマシ設定にしてるんですけど、これを低くしてみようと思います。はい、変えてみます。かなり出てますね。なんかこういう爆発系のものがあると結構重くなりがちなんですけど、そんなことも一切ないですね。FPS は140から160ぐらいは出てますね。はい、実際ゲームしてみたんですけど、ある程度ちょっと高いデスクトップ買って、まあそれで実際ゲームやってみて、うわ重いとかちょっとカクつくなとか思うぐらいだったら、私だったらこっちのゲーミングノートパソコン買った方が、まあ普通に何も気にせずストレスフリーでゲームできるんじゃないかなと思いました。実際使ってみて思ったのは、私結構布団でゲームとかしたりするんですよ、パッドとかで。でその時に あのゲームやりたいけど、わざわざデスクトップ座ってまでゲームするのはなとかちょっと思ったりする時もあって、でそういう時はまあベッドにこうね持って行って、ちょっと横になりながら PUBG とかできちゃうみたいな、そことか結構いいなと思いました。場所を選ばずにリビングとか、まあ出張先とか、あるいはカフェでとか、あとは私みたいに寝室でとかね、そうやってゲームできるのはすごいいいなと思いました。ということで今回はこちらのオーラス15のレビュー動画でした。これいいなとか、あ俺もベッドでちょっとゲームしたいわと思ったら、高評価とコメントとチャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバーイ。オーラス15、私のゲーミングノート初めてを奪われた。